佐藤氏新入道新王慶安元年ルー1月21日は、江戸時代前期の皇族、新温州の僧、御用税天皇の第一王子、母は天治、中山親子、忍羅寺、第二十一世門関、出家前の意味名は、吉人新王。あと南小黒とも呼ばれる。佐藤氏新報新納としたものも多いが、新王宣言は、出家前にすでに受けているので正しくは、 法神狼ではなく、入道神狼である。文禄3年4月29日、磁期天皇即位を前提に、神狼宣言を受ける。一説にはこの神狼宣言の背景には、豊臣秀吉の後押しがあり、朝鮮出兵が成功して、民を征服した赤月には、雇用税天皇を北京に移して、吉人神狼を日本の天皇にする計画が存在したとも言われている。 二年後には亡くなった、大木町上皇の御所を将来の東宮御所にすべく、新郎に与えられている。ところが、慶長三年秀吉が死亡すると、突如、御用税天皇が、吉人新郎を、皇位継承者から外す意向を示す。この時は、朝廷、豊臣政権ともに強く反対して中止されるものの、慶長五年関ヶ原の戦いに勝利して、政治の実権を握った。 徳川家康は、豊臣政権色の強い義人親王を排して、天皇の正室である女王、この江崎子が生んだ、第三王子の正人親王を代わりに立てることを、条件に、天皇の意向を受け入れた。慶長6年3月5日、義人親王は、任和寺新婚院に入室し落職。慶長19年、一品に除せられて、法中、第一座の宣言を受けた。 忍那寺は、応仁の乱でランを全焼しており、過労死でて残された院への信仰院に本尊などが、移されている状態であった。佐藤氏新入道新郎は、ラン再建に尽力し、寛永11年、江戸幕府に対して、ラン再興を願い出て認められている。忍那寺五殿によれば、上落した徳川家光に、佐藤氏新入道新郎が申し入れたものという。この時の再建は、 墓所の改築と重なったため、かつての主神殿や、聖領殿などの建物が、仁和寺に移築され、現在のランを形成している。仁和寺の再興に関連して、新仰院の古見堂は、都賀能の鉱山寺に移築され、花園の今宮神社や歌野の福王寺神社の再興も行われている。墓所は、仁和寺宮墓地にある。法廷に受けたまわり、方法親王がいる。書に引いて、 政教目録発汗を改定している。ありがとうございます。